13、ヒックの作戦大人たちが次の作戦について話し合っている間、グリンデスはずっと眠っていた。ヨビッシュ教授に抗議の手紙を書くぞ。どなってもダメなときはどうすればいいか、本に書いてないじゃないか。ストイックが言った。手紙を書こうとするなんて、 よほど起こっている証拠だ実際、ストイックは生まれて初めて動揺していた。掟に従わなかった罰だ。ストイックは思った。昨晩、島流しを結婚していたら、子供たちはわしらと一緒に死なずに済んだのに。通る神をもっと信じるべきだった。 一方トンマ族の頭モガドンは事の深刻さに全然気づいていないようだメガホンでも作って怒鳴り声を大きくすれば解決できると思っているのだキングサイズのドラゴンにはキングサイズの怒鳴り声だモガドンが言った それはためしただろこのみじんこあたま」とストイック。だれがみじんこあたまだってふたりはおこったせいうちのようにひげとひげがくっつくほどかおをちかづけてにらみあった。ヒックはためいきをついてむらをでた。おとなたちはどうせ ろくでもない作戦しか思い浮かばないだろうと思ったからだ。すると驚いたことにフィッシュだけでなくもじゃもじゃ族とトンマ族の少年たちがヒックの後をぞろぞろとついてきた。みんなはヒックを半円に囲んだ。さてヒック次はどうするつもりだ トンマ族のサゴリーが聞いた。なんでヒックなんかに効くんだスノットが気に食わない様子で言った。まぬけにこの大事件を解決できると思うかこいつのせいで全員が最終テストに落ちたんだぜ。もう少しで島流しにされて人食い人種に食われるところだった。 こいつは自分のドラゴンでさえうまくコントロールできねえんだ。じゃあ、君はドラゴンと話せるフィッシュが聞いた。話せなくて結構。じゃあ黙ってて。この俺様に黙れとはなんだスノットがフィッシュの腕をつかんでねじ曲げようとした。黙れ。サゴリーが スノットのシャツをつかみ、からだごと地面から持ち上げた。貴様だって自分のドラゴンをコントロールできなかったじゃねえか。あの大混乱でいい子にお座りしていたドラゴンがいたかいいかげんに黙らないと手足をもぎ取ってカモメにくれてやるぞ。この飲みの心臓にみじんこのおみその豚なや野郎。 サゴリーの小さな目は本気だった。スノットは押し黙った。サゴリーはスノットを下に下ろすと、汚いものでも触ったかのように自分の手を服で拭いてから言った。俺の親父も島流しを決めた長老の一人だ。俺は、 ヒックと同じ意見だ自分の息子よりも掟を大事にする父親がどこにいるだいたい入門テスト自体が馬鹿げている。あのでけいドラゴンから大人たちを救えば俺たちも一人前として認められるかもしれないぞ。これはびっくりだとヒックは思った。 思いがけない展開になってきたぞグリーンデスは本当にヒーローになんかなれっこない問題を解決してくれるかもしれないあでもその後すぐ食べられちゃうんだっけ一人でグリーンデスに会いに行っただけでヒックはみんなにそのほとんどがヒックよりも大きくて タフで荒々しい少年たちだすっかり頼りにされているのだヒックはヒーローよろしく背伸びをしていったよしちょっと考えさせてみんな少し離れろサゴリンは少年たちを後ろに押したそして岩の汚れを払うとヒックに座るよう勧めた ゆっくり考えてくれ。お前だったらとびきりのアイデアを思いつくだろう。なんてったってバカでかいサメもどきのドラゴンと二十分もはなして生きて帰ってこられたんだからな。まちがいなくおれよりも頭がいい。ヒックはサゴリーにこうかんを持ちはじめていた。しずかにサゴリーがさけんだ。 ヒック様が考え中だ。ヒックは考えた。考えに考えた。